石橋隆氏11月9日隊は、日本のタレント、政治家、広島市議会議員、元フリーアナウンサー、元ローカルタレント、長崎県生まれ、母方の実家は、長崎県西園木郡長与町。生後半年ほどで父の仕事の関係により、広島県へ転居、秋郡府中町の小学校、中学校を経て、 広島電気大学附属高等学校に入学。公式野球部の首相を務める。卒業後上京して芸能事務所のホリプロに所属する。お笑いライブやテレビ等に出演しながら渋谷のイベントホールでディナーショーの司会を務め、同時にアナウンス業や演技も学ぶ。1995年に渡米、ニューヨークを経てカナダのトロントへ渡り、FM ラジオ局で 生放送番組の DJ を務めた。1998年より広島県内を中心にフリーアナウンサーとしての活動を開始。2000年より J リーグサンフレッチェ広島のホームゲームにおけるスタジアム DJ を務め、背番号1484のレプリカユニフォームをトレードマークにした DJ1484 としてサポーターから親しまれた。2006年より なみたけんいち、今岡優子、松藤義則と共に難病に立ち向かうこと、その保護者をサンフレッチェのホームゲームに招待するスマイルシートを設立。また、市民団体、オールフォー広島を立ち上げ、献血の啓蒙活動や広島のスポーツ振興などに取り組んでいた。2011年2月に政治家への転身と同年4月に行われる。 広島市議会議員選挙へ、浅南区から立候補することを表明。これに伴い、同年3月末日をもって、サンフレッチェの公式スタジアム DJ 職を、三木富士16が引き継ぐ。無所属、特定政党の支援なしで選挙戦を戦い、4月10日の投開票では自由民主党の現職候補らを抑えて、トップ当選を果たした。 当選後は自由民主党警戒派の一つである自由民主党保守クラブに所属し建設委員会、都市活性化対策特別委員会、広報委員会などで副委員長を担当。政治活動に専念してタレント活動は基本的に行っていなかったが2014年の8月にはサンフレッチェ広島の試合が台風の影響で順延され、 大体開催日が別の仕事と重なってしまった、三木藤の代理で現役議員のまま一試合限りで3年ぶりのスタジアム DJ を務めた。2019年4月7日に行われた市議選で3期目の当選を果たす。参戦から3ヶ月後の2019年7月21日、第25回参議院議員通常選挙が執行され、 元自民党県議の河合安里が初当選した。2020年6月18日、東京地検特捜部は、衆議院議員の河合克行と参議院議員の河合安里が参院選をめぐり、広島県内の地方議員や市長ら94人に投票や票の取りまとめを依頼し、契約2570万円の報酬を渡したとして、両夫妻を逮捕した。 勝つは証拠品を押収される前にパソコンから現金配布先の名前や金額を記載したリストのデータを削除していたが、検察は電子データを解析するデジタルフォレンジックを実施し削除されたリストを復元。これが逮捕の決め手となった。同年6月25日、石橋は広島市役所で記者会見を行い、 2019年4月の市議選の当選祝いとして、同年5月に河合克行の事務所応接室で封筒をねじ込まれ、30万円を受領したと告白した。その際に河合克行は、終始報告する必要はない。これは二人だけの秘密だからね。わかっているねと発言したという。石橋は、買収の意図は認識しなかったとしている。過去にも河合克行から、 記載する義務はないからと、10万円をカバンにねじ込まれたこともあったと証言し、コントロールされていく、手足を縛られていくような感覚があったと振り返った。翌6月26日には、同じ朝南区選挙区の広島市議の谷口治も、勝幸から現金50万円を受け取ったことが明らかとなった。同日、広島市議の沖、総正明も、 勝つから現金計50万円を受け取ったと明かした。ありがとうございます。